パルテノン神殿で過ごしていきたいと思います。それではタンプの横ら辺にテーブルと椅子作っていきたいと思います。張り切っていきましょう。いや今5分10分ぐらいかな掘ったんですけど、雪が重くてめちゃくちゃ、これは重労働だぞ。いやでも快適なテーブルと椅子を作るために汗だくになって頑張りましょう。ひぇ、今ここにソロストーブのレンジャーを置いて、こっちの方にテーブルと椅子を作って行こうと思っています。まだまだ行きます、今1時間半2時間かけて雪の椅子とテーブルが完成しました。入ってみましょう。でここが焚き火スポットですね。ここでストーブレンジャー、ソロストーブのレンジャーを焚いて暖を取りながら、ここでご飯を食べていこうと思います。ここに雪の冷蔵庫も作りました。なんか松之山温泉っていう、たり日本三大薬湯っていうけど、温泉自体は少ないよね。そうだね、大湯温泉もここともう一個下ったところにある、大きいとこ、よし、じゃあ本日も高野湯さんで体を清めていきましょう。はい、あ、いいですね。本日はこのシールさんからご提供いただいたキルティングバッグ、こちらね、特徴としまして一部にこうハイタイヤを使ってリサイクルして作られているということで、なかなかエコな商品でございます。これ今僕シールさんからご提供いただいて、よく通勤バッグに使わせていただいてるんですけど、なんかプレゼントとかできないかっていうことをちょっと打診しましたら、快く引き受けてくださったので、こちら同じ商品のキルティングバッグを3名の方にプレゼントしたいと思います。応募に関しては概要欄に載せてありますので、ぜひチェックしてみてください。それでは温泉行ってまいります。大和くんが本日の舞台を整えていてくれたらしいんですけど、どうでしょうか。見えてきました。おお、すごいぞ、すごいすごい、前よりでかい2人なのにちょっと座ってみて、大きさがすごいじゃん。そりゃ汗だくになるわ想像の2倍以上でかいもんそんなにいらないのに、いらないのにそしてピザ窯もあるじゃん。冷蔵庫も天然の。宴の準備。よいしょ。ほほほ。
完成しました。本日のメインステージはこちら、大和くんがびしょびしょになって作ったこちらのパルテノン神殿で過ごしていきたいと思います。やっぱこうやって見るとブルーシートだね。そうだね。立ちさが否めないね。二人なのにめちゃくちゃ広いです。奥で焚き火をしながらストームクッカーでスンドゥブを作っていく予定です。一応今回も冷蔵庫完備の設備になっております。ステルス張りをして本日2日目なんですけど、ちょっと張りがなくなりましたね。中も見ていきましょう。中はこんな感じになっております。ここで今日も寝たいと思います。なんとなんと視聴者さんが差し入れを入れに来てくれました。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかめちゃくちゃうまそうなビールと、うん、包み紙に入っててまだわからないけど。なるほどね。お主も悪いよのうのやつですね。悪いよのうペロってめくると金が入ってるやつですね。楽しみですね。ありがとうございます。ありがとうございます。いえいえこちらこそ。よし飲みましょう松さん、うん、ありがたいですね。いただきます。よし飲んでみますか。うん、うん、飲みましょう。どうせなら豪雪ペールエール IPA だね。ペールエール IPA とまたちょっと違うかな。なるほど、エールビールってことだね。そうだね。知ったかしてすいませんでした。兄貴からいただいた豪雪ペールエール乾杯。おお。うん。甘め？うん。水飴が入ってる。あ、だからだ。へえ。味わいが。なんか独特の味がするとかね。いや、いいですね。うん。鍋作りましょう。焼きましょう。今日はスンズブですね。スンズブ？スンズブなの？スンズブ。今俺が噛んだだけですけど。何なんだよ。これ十日町で作ってる豆腐だって。地物だ。うん。大丈夫か。いたんだね。一旦逃がしてください。ここで切ろうか。いいね。お願いします。キムチ全部？あ、濃くなっちゃうかもしれないからちゃんぐらいしとこうか、うんうん、あとは普通に食べて、うん、おい立派なとこだね。ねえ、キノコ鍋みたいなしたの。キノコ王国？キノコ王国、新潟キノコ王国だからね。クロノスタシス？それキノコ帝国だね。めっちゃ名曲じゃん。ジョークだね。うん。大トロしめさ、うまそうだね。うん、日本酒があるからね。そうですね。ちょっと準備していきましょう。やりましょうよ。心の準備を。心の準備ある。やばそうだ。うん。
きますよ。よいしょ。そう。めっちゃいい顔だね。ね。ちょっと弱火にしよう。そう。よしそう。豪快だね。マッコリカップで取るからね。うわ、めっちゃいい匂いする。お酒が切れたぞよ。おお、自分で取れや。よいしょ。ちょちょちょ、飲む？うん、すぐに流し込んでいきましょう。いきましょう。ちょっといい。俺のプライベートビール用に1本買ったのに飲まれてるし。飲んだもんが違う。開けちゃった。段取り段取り。じゃあいただきます。いただきます。うわ、うまっ。乾杯しましょう。プシュッ。さすがレンジャーさん。いただきます。フーフーしちゃった。なんかボケてるね今日は。うまい。わは。じゃあやりますか。うん、上手。うんうん。お、酒感ありますか。くっせえぞ。建築の好きなやつじゃないですか。いいっすか。うん。よっしゃ。これはいつもまたちょっと違う感じの。うん。かけばくる。うわ、ちょ。測ったな。あー、いいですね。いいですね。では。乾杯。見えなかった。お、匂いとは裏腹な。うん。これ缶つけたらまたうまいぞ。うん、あ、これでも全然うまい。うん、ね、香りだけだったら、うん、なんでワンカップみたいな香りだと思って。味は全然もっと優しい感じだね。いいね。ツンとも来ないし。ね。五右衛門風呂だね。本望だろうね。天神林さんも、うん、これちょっと味わいが変わっていくの楽しみだね。楽しみだね、本当に。ストーンブッカーいいね。うん、やっと本領発揮したかもしれない。ねえ、絵力がすごい。良い湯じゃ。だんだん暑くなってきたぞ。鈍感だね。絶対暑いでしょ。カエルって沸騰してるところに入れるとピョンって飛び出るらしいんだけど、水から沸騰させると出れないんだって。その状態。行きましょう。よそ行きじゃん。ん？よそ行きじゃん。これよそ行きなの。これよそ行きなの。よそ行きだよ。出してちゃんと一丁羅で行こうよ。
フってなんでこんなに楽しいんだろう。もうスノイズ出ちゃってるじゃん、ね、出ちゃってるからね。大変なのにね、こ、うん、んなに楽しいことってなかなかないよね。あ、はい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 、大気圏突入した。大気圏突入した。大気圏です。山本さん、じゃあそろそろ寝ましょうか。寝ますか。ちょっとスコップで広くしました。こんな感じでちょっと雪の上で寝ていきたいと思います。天井はびちょびちょです。シングルウォールだからね。なぜ。じゃあ、お父さん、おやすみなさい。息が白い。ふーってやって。あー、できた。くそ。おい。おはようございます。晴れと聞いていたのに、本日も息が降っています。いろいろ出してるので濡れちゃってますね。夜結構雨降ってたね。そして風があって、もうバサ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 ってたまになってね、何回も起きたけど、幸い寒くはなかったから、これから片付けをしていきます。